日は朝からの気分だわ。うわレッツオリーブ。はい、白身魚のカルパッチョ。うわ鮮度で選べば J オイル。おはようございます。オリーブ役中条あゆみさんです。よろしくお願いします。お願いします。スタートランスレッツオリーブ。楽しい、なんか舞台みたい。そうですね。よく小さい時にアメリカンコミックのポパイっていうアニメを見てたので、オリーブちゃんよく見てたから、まさか自分がオリーブちゃん役をする日が来るとは思ってなかったので嬉しかったです。髪型とかも結構再現度が高いなって、こう服装とかも本当にそのまま再現してるので、結構実写化いけるんじゃないかなって思いました。鮮度で選べばレッツオリーブ。こう美味しく食べてるところ、こううっとり食べてるところを見ていただけたら嬉しいなと思います。そしてこうポパイとオリーブちゃんのやり取りを見ていただけたらなと思います。はい、じゃあ本番また。お願いします。はい、よーいスタート。こうだんだん暑くなってくると、さっぱりしたものが食べたいなと思うので、実はここの冷蔵庫にもちょっと貼ってあったの見つけちゃったんですけど、ガスパッチョ、トマトのスープなんですけど、私もそれを作るのが好きで、よく夏とかになるとオリーブオイルを使ってガスパッチョを作ったりしてます。そうですね。でもやっぱりこう何でもバランスよく食べることが大事だなとは思ってるので、こう自分の好きなものをたくさん食べたりもするんですけど、食べ過ぎた次の日とかはサラダに、それこそ私はドレッシングも自分で作ったりするので、それこそオリーブオイルだったりとか塩コショウ、こうにんにくとか、こうシンプルなものでこう味付けするのが好きなので。それでサラダを食べて、こう調整したりとかしてますね。おはよう。さあ朝ごはん。おはよう。お腹がペコペコだぜ。さあ朝ごはん。お家でズンバっていう踊ったりするやつがあるんですけど、なんか友達と一緒に踊ったりとか。何人かで踊ってる映像があって、それを見て真似して家の中で踊ったりとかしてます。緑のこう環境にマッチして、フレッシュな、本当にオリーブオイルとマッチするフレッシュさがすごく素敵だなって思ったのと、私はこの「ジョイ」っていう喜びっていう意味の文字が入っているのがすごいいいなと思いました。イエーイ。ありがとうございます。鮮度で選べば J オイルのオリーブオイル。それでは新 CM をお楽しみください。中条あゆみでした。J オイル。レッツオリーブ。おはよう。お腹がペコペコだぜ。さあ朝ごはん。かけるだけ目玉焼きのせトースト。イエイ。鮮度で選べば。